高菜の香りが食欲をそそる店の人気メニュー高菜チャーハン。その味が家庭で簡単に味わえます。その斬新なアイデアとは。家で混ぜるだけ。ユニークなサービスを始めたのは札幌の九州料理の店。2月に関しては前年比の半分でした。だけど3月はまだ途中終わってないですけど、今のところ4分の1の見込みですぐらいひどいです。外出自粛を受けて客足が大きく落ち込む中、この店が活路を見出したのが、人気メニューを配送料無料で客に届けるサービスです。新型コロナで、各家庭もその3食作るのが大変っていうところで、それの助けになればいいですし、飲食店としてはですね、お客さんなかなか来ないで、困ってるところ、疲弊しているような部分があるので、そこがうまくマッチすればですね、お互いウィンウィンになりますし。注文した客には真空パックに入った高菜チャーハンの具材が届きます。調理はとても簡単。ご飯と合わせちゃいます。もう熱々でも冷えてもどっちでも大丈夫ですね。白いご飯と混ぜ合わせるだけでプロの味に。配達は午後6時以降で、他にも人気メニューを冷凍して届けてくれます。一方、観光客の減少に苦しむ函館では、こんなユニークなアイデアも。みずみずしく透き通った新鮮なカツイカや備長炭の炭火で焼かれた焼き鳥が味わえる函館市の飲食店。こちらのお店では新型コロナウイルスの感染拡大以降、売り上げが4分の1にまで減っているということです。もう影響はかなり出ていますね。宴会のキャンセルですとか、先が見えない、終わりが見えないというのが一番不安です。立ち上がったのは、函館の町おこしを行う会社、函館未来家紋です。函館山からの夜景がですね、もう全然輝いてないんです。で、それはこのコロナの影響で、どうしてもホテルの明かりがついていない、飲食店の明かりがついていない、車が走っていない。ってなると、この函館山の明かりがですね、もう全くないんですよ。飲食店を助けようと始めたのは、インターネットで募金をしてもらうクラウドファンディング。例えば5000円の支援をした人には5500円分の飲食チケットをお礼として渡します。チケットは来月24日から10月末まで使えます。今まさにお客様が減っているという状況でもございますので、先立って皆様にお買い求めいただけるというところに、今回の一番のメリットがあるのかなと思います。今月16日に募金を始め、わずか1日で目標の50万円を達成。今は200万円を目指して、今月いっぱい支援を受け付けています。勇気づけられるというか、こんなに函館の飲食業のことを応援してくださる方がいるんだっていうことが、本当に力になりますね。